次はこちらのコンドミニアム、コナパシフィックの2ベッドルームご紹介します。こちらも、ショートタームバケーションレンタルができます。こちらは2ベッドルームです。ご案内します。こちらがエントランスから収納がありますね。それから最初の一つ目のバスルームです。こちらもとても綺麗にリモデルされています。こちらの物件はすべて家具付きでの販売になります。2ベッドルーム、2バスルームでお値段は52万5000ドルです。こちらがキッチンですね。あいにくオーシャンフロント、まあ、オーシャンビューではないんですが、とっても素敵な緑です。こちらの物件の特徴はラナイがぐるっと囲まれた形で3つのラナイがあります。こちらがリビングエリア。リビングエリアからまずこちらのラナイですね。かなり広々として、ダイニングテーブルを置いてハワイスタイルですね。あ、閉めちゃったこちらを進むとこちらに少しですけどオーシャンビューなんです。見れますか？ちょっとズームします。あそこですね、チラッとですけどラナイかなり広々としています。ハワイは、必ずやっぱりラナイもリビングスペースとして使いたいですよね。こちらが一つ目のベッドルームです。こちらのリビングエリアからドアを一つ隔てた形になっています。こちらにもラナイがついています。このラナイの壁なんですけど、これ取っ払ってる方もいるそうです。取っ払うことができるそうです。そしたらかなり開放感があっていいかもしれませんね。正面にランドリースペースがあります。そしてこちらが2つ目のバスルームですね。こちらも綺麗にリモデルされています。バスタブ付きのシャワーです。そしてこちらが2つ目のベッドルームです。こちらにもラナイと、アウトドア家具が置かれています。バケーションレンタルとして、短期賃貸に出すこともできます。こちらちょっとしたクローゼットですね。収納スペース、そして、ランドリーエリアです。でこちら玄関に戻ってきた形になります。こちらが2ベッドルーム。インテリアが、1200スクエアフィート近くあります。100平米以上、かなり広々としたユニットです。お値段は52万5000ドルでの販売です。